デニス・デール・マクレインは MLB の元選手。ポジションは投手。アメリカ合衆国入りの一州シカゴ出身。右投げ右打ち。1962年に地元のシカゴホワイトソックスと契約。マイナーリーグの初登板でノーヒッターを達成する。ウェーバーにかけられ、1963年4月8日にデトロイトタイガースに移籍。A 級。 AAQ 合計で18勝6敗、防御率2.89239奪三振を記録し、9月21日のホワイトソックス戦でメジャーデビュー、自席点1で関東勝利を挙げる。1965年は6月12日から7月25日にかけて2試合連続カンプルを含む8連勝を記録。16勝6敗。 防御率2.61192奪三振を記録。1966年は前半戦で13勝を挙げ、オールスターゲームに初選出されて、先発投手を務め、3回を無安打に抑えた。後半戦で7勝10敗、防御率4.98と調子を落とし、自身初の20勝を記録したものの42、基本類打、120失点は、リーグワーストだった。 1967年は8月終了時で17勝を挙げるが9月は未勝利に終わりチームも1ゲーム差でリーグ優勝を逃した1968年は前半戦で16勝2敗防御率2.09を記録し2年ぶりにオールスターゲームに選出される後半戦も勢いは衰えず9月14日のオークランドアスレティックス戦で1934年の リジーディーン以来34年ぶりとなるシーズン30勝に到達。31勝6敗、防御率1.96280奪三振、共にリーグ最多の28百三336.0イニングを記録し、最多勝利のタイトルを獲得。チームは2位に12ゲーム差をつける圧倒的な強さでリーグ優勝を果たす。セントルイスカージナルストのワールドシリーズでは、 1> 第1戦に先発。同年防御率1.12という、驚異的な成績をマークしたボブ・ギブソンと投げ合い、17、三振を奪われて、完封負けを喫し敗戦投手となる。第4戦でも再び対戦したが3回途中4、失点で敗戦投手となり、1勝3敗と大手をかけられる。第6戦では中2日で先発し、3回までに、 大量12点の援護もあって1失点、関東勝利を挙げ、タイに戻す。チームは最終第7戦でギブソンを打ち崩して4勝3敗でカージナルスを破り、23年ぶりのワールドチャンピオンとなった。オフにサイヤング賞と MVP を満票で受賞した。1969年も前半戦で14勝5敗を記録し、2年連続で、 オールスターゲームに選出され先発の予定だったが、試合途中に帰ったため批判を浴びるなど、素行の悪さが球団を悩ませた。24勝9敗、防御率2.80181奪三振、共にリーグトップの旧関空、325.0イニングを記録し、2年連続の最多勝利を獲得。サイヤング賞の投票では、マイククエイヤーと同点になり、 史上初の二人同時受賞となった。1970年2月に、賭博行為への関与と拳銃の不法所持が発覚。当時の MLB コミッショナーであった、ボーイキューンにより開幕から3ヶ月の出場停止処分を受けた。また1日にコーラを25本も飲み、オフも毎日ボーリングやテレビ出演に明け暮れた、不節制がたたって休息が低下し、3勝5敗、防御率4.63と、 成績が急降下。10月9日に4選手との交換トレードで、他3選手と共に、ワシントン・セネターズに移籍1971年は4月に2冠封をマーク、するなどまずまずのスタートを切ったが、5月から9、連敗を喫するなど前半戦だけで15敗。10勝を挙げたもののリーグワーストの22敗、防御率4.28と不本意な成績に終わる。 監督のテッド・ウィリアムズとも口論が絶えなかった。1972年3月4日に2選手との交換トレードでアスレティックスに移籍。しかし1勝2敗、防御率6.04と結果を残せずマイナー降格。6月29日にオーランド・セペラとの交換トレードでアトランタ・ブレーブスに移籍するが3勝に止まり、シーズン通算で4勝7敗、防御率6.37。 1973年3月26日に解雇され、その後ミルウォーキーブルワーズ、フルサホワイトソックスと契約するが、メジャー昇格はならず現役引退。2012年、マイナーチームでの支給式にて25歳の時点で114勝を記録し、将来のアメリカ野球伝道入りを確実視されていたが、引退後はコカインの密売や業務上横領などで逮捕。 服役を繰り返してしまう。1980年代半ばから1990年代初頭まで服役しており、その間に全ての歯を失ってしまう上、体重増もあって最大で1 5 0ラムを数えるなど、巨像のように声太ってしまった。ありがとうございます。